腹減ったっつって物色したら日本一硬いパン渡されたわ。硬いパン腐ってるんですか。黒金っていう日本一硬いパンだって。へえ。黒糖かな。やばっ、歯取れるこれ。準備して。こんな日本一か。なんかあのか、なんだっけあれ、なんか乾パンみたいなやつ、硬くてうまかったけど。乾パンですか。はい、うん、多分そうだと思う、ケイさん、これそっち系だと思う。やめて。思い出したPTSD って。あ、わかる。わかるわかるわかる。あ、最悪だもんで。日本人の口から聞くと思わなかった。呪われた職員だな、見せるわ。あ、レベル2よ。いいっすね。おい、全ホラー、あ、よかった、ホライゾン。もちろんですよ、うん、お、今ちょっとあれっぽいですよ、視野。え、視野、視野のなんか声に似さセルフみたいな。そう、もちろんですよ、あれ。あ、俺が繁盛、繁盛視野に似てる。本気で一回やってみてください。待って、いや俺も集中するわ。ちょっと本気でやって、シアのモノマネ。ごめん、本気でやってみて。シアの声聞かせて。いや、ごめん頼む。ちょっとね、ちょっと本気で、本気でやって。ごめん、聞くわ、聞く。一回ちょっと俺もめっちゃ真面目に聞くわ。未来はもう、はい、いきますよ。うん、あとはそこに行くだけさ。もちろんですよ。おお、なんでやらせたんだよ、ふざけんなよ、マジで。おお、ひどいよ。いや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 、あの、もうちょっと、はい、ここでもうちょっとエロい感じですれば、いい感じになるんですよ。いや、やってみてください。最低な感覚もあって。じゃあこれ、テイク2いきます。はい、いきます。さあ、はい、さあ、テイク2。もちろんですよ。ああ、そうです。似てる似てる似てるよ、アンジョ。そんな感じなの。多分いけるよ。マジでいける。あ、見つけた。そんな感じなの。ちょっと似てきてる。見つけた。繁盛に似てる、いけるいける。シアの声、シア使ってよ、誰か後で。これいい技で。インストールしたいわ、俺まだ。やったことないんだもん。あんま聞いたことない。見つけた。持ちネタあるやん。ワンパク5カブ。聞いたことあった。ワンパク5カブ。ちょっとあれだな、今度みんなで飲み行った時に俺ずっとそれやろう、壊れたおもちゃみたいに。ネットで調べたら出るんじゃないですか、カードショップ、繁盛で。なんか、ツイッターにさらされてたわ、繁盛。何がすか。なんか、あ、俺置いてかれた、これもしかしてマッチング。あ、なんかいないわ。でしょ。どこにいるの。ロビーにいる。なんかキルポ欲しくて降りたらキョウちゃんたちだった、 G みたいになっちゃった、わらって。 VTuber の子がサムネ付きで、画像付きで晒されてた、俺らのデスボックス。 VTuber? うん、繁盛と俺のデスボックス晒されてるよ。G みたいになっちゃった、わらみたいな、さらされてる。俺らデスボックス。今やってること。あ、そう、さっきやったやられた、なんか後折りしてきたみたいなやつ。どうやってみたんだそれを。なんか普通にエゴさしてたの引っかかった。書いてあったよ、繁盛。 G って書いてあった。ゴースティング、ゴースティングの G かな、わかんないけど。繁盛 G って書いてあった。どういうことですか、何の G ですか。あと何の G だ、特大くだい。わけわからんこと言わんでくださいよ、本当に。あ、ごめんごめん。招待してくれ。いや、もういるよ。あ、オッケー。え、どういうこと。どうした、繁盛。なんか変じゃないか、繁盛。大丈夫。いや、ケイツさんですよ、ケイツさん。大丈夫、本当に。ほら、大丈夫です。あ、招待してくれは、あの、キョウちゃんが俺らのこと招待してくれってことだったけど。うん、よかった。なんかニヤついてるな。大丈夫ですよ、あの、俺頭おかしくないっす。うん、大丈夫。繁盛は救急するのも全然ピン刺しません。んなわけないだろ、救急ずっと欲しいって言ってるのに。いや、俺救急、俺今持ってましたから。動かないでしょ、今のは。そうだよね、うん、びっくりしたね、救急するのもピン刺しませんとか急に言ってるからね。そんなことないだろ、俺はだって、まあ、さね、そうだよ、俺も絶対プライドだから。いや、毎回刺してる。そうだよね、うん、そいつバンしてくださいよ、そいつ。あ、いや、もう俺コメント見えてないよ、そいつ。ああ、そうでしょ、うん、ありえないでしょ。ありえない、本当に。あんでしょ。俺個人的にブロックしたら、ツイッターですいません、この ID ブロックされてフォローできないんですけど解除してくださいって来てたけど、仕方してるからね今。もちろん。そうだよ、繁盛のことあんま悪く言うなよ、お前ら。気をつけろよ。俺めちゃくちゃいいやつ。さすがに京一郎さん、視聴者も許せねえな。いや、ほんとごめんごめん。俺も言っとくわ、ほんと申し訳ない。宇宙に取り残されると、
繁盛ニヤニヤしてる？何かがあなたに一切しません。気をそらしています。いや全然ニヤついた声じゃないだろ繁盛。レッ今回のチャンピオンです。忘れないで。繁盛がゴキブリホイホイで笑ってる。言ってるやつお前一緒だろ。お前らあれだろ、繁盛と俺のとこで二窓してんだろそれ。え、ゴキブリホイホイって笑ってる。ああ、繁盛がゴキブリホイホイってコメントでニヤニヤしてるぞっつって。あとなんか普通になんか、え、なんかきょうちゃん、はい、繁盛くんのところでゴキブリ、ゴキニーって言われてるけどどういうことなのって。なんでゴキブリって言われてんのって。おい、てめえら全員バンだ。モデレーター全員バンしていいよマジでこいつら。お前みたいな視聴者いらねえんだよカズ。応援者リスペクト頼めんだクズども。お前どうしようもねえんだから。あとはそこに行くだけさ。俺軍で言われそうな話めちゃ出てんだ、うん、クズどもゴキブリがよ、カスが。今回のチャンピオンです。軍でそんなこと言われんの？あのデポルトです、デポルト。マジで。デポルト名前がカスなんだよな。繁盛の本名と繁盛の生年月日4回連投したらバンされたっていう人もいたね。当たり前やろ。いやなんかマジであのあれっすよ。俺でも、うん、全員バンしたやつ解放するってやつ年一やってるんですよね。ああ。そしたらまた同じことやられますよ。あの最寄り駅連投するやつとか解放するんで。マジで最悪なんだよ。最寄り駅連投するやつマジゴミなんだよな。最寄り駅連投しただけでバンされたんだかってなんか文句言ってくんだよな。年一回解放か。何が悪いんですかみたいな。被害者ずらすんのやばいんだよな。繁盛さんなんか学生の時部活とかしましたか？はい、やってましたよ、バスケ部。バスケ部？はい。バスケ部キャプテンですよ、俺。マジ？はい。繁盛さん身長どんくらいですか？180、まあ、2ですね。一応ちょっと声かけないでください、今から。182秒間？182秒間。マジで。はい、羨ましいな。でもあんま変わんないですよ。あんま変わんないですよ俺ら、うん、12センチしか変わんないですよ。あ、でも170センチあったら全然。いや羨ましいな。なんか上のクッキーどんなんじゃんだろう。めっちゃ甘いんだろうな。変わらんすよ。でも電車とか結構地獄ですけどね。あ、逆にですか？逆にです。そうです、そうです。おっちゃんの頭の匂いくるんで。ああ、結構地獄っすけど。そうそう、頭の匂いか、あの私の場合は170ですから。はい、目の前にあのおっさんの胸があるんですよ。はい、胸から出る匂いにするか見たかだったら俺頭の匂いにします。いや頭半端じゃなきゃ言ってたマジで。マジか。頭やばいマジで。おもろいな、マジな。高身長あるある、めっちゃおもろいな。今回のやばいよマジで。傷するよマジで。どんな世界で見てるんだろう。180以上の方は。いや、まあ、変わんないと思うけどな。フリーフォールの用意を。